はい、全陽堂山本整骨院橋本です。今回はすねの筋肉のテーピングをお伝えしていきます。自分一人で貼れるものです。どんな時にテーピングをしたらいいのか、そしてテーピングのやり方という流れで説明していきます。はい、まずですね、どんな時に今回のテーピングが効果的なのかというと、皆さん運動した後にすねの前側と少し外側のあたりに痛みや重だるさを感じたことってありませんか？すねのちょうどこの辺ですね。はい、この辺に、運動の後に痛みとか重だるさを感じた、そういう時に効果的なテーピングになります。ウォーキングで長い距離を歩く人、それから仕事などで階段の上り下り、これが多い人、あとは趣味などで山登りする人などはそんな経験あると思います。運動してなくても日常生活で足に負担がかかった時はすねの部分にだるさを感じたことがあると思います。これはすねの部分にある前頸骨筋という筋肉が原因で起こってきます。この筋肉をサポートしてあげることで、すねの筋肉の痛みや重だるさを軽減したり、または予防することにつながります。では早速テーピングをしていきましょう。はい、ではテーピングをする前に前頸骨筋の場所を確認してみましょう。膝ですね、膝のお皿、お皿の下の部分、そこから少し下ろしていくとすねの出っ張った骨が触れると思います。でここから少し外側に指をずらして下に下がると、少し筋肉の盛り上がった部分が触れると思います。でここを触った状態でつま先を上にグッと上げると、ちょうどこの部分も盛り上がってきます。この盛り上がった筋肉が前頸骨筋になります。この筋肉は、ここのすねの骨に沿うような形でずっと足首の方まで行って、最後親指の骨の付け根の方まで、伸びてくる筋肉になります。それに沿うような形でテーピングもやっていきます。で今回はですね、伸縮性のある、テープ、これを2本使ってやっていきます。だいたいテープの長さは足首から膝、さっきの出っ張りぐらいの長さをカットしていただければと思います。あとはその半分ぐらいの長さですね、これは足首というか足の甲をぐるっと一周巻けるぐらいの長さで大丈夫です。でテープは四隅をちょっとカットしておくと剥がれにくいので、そういう形でカットして使ってみてください。じゃあ早速ですね、長い方のテープの端を剥がしていきます。そしてさっき探したこの出っ張りから少しずれたところの、このつま先を上げた時に盛り上がる筋肉のところですね、ここに端っこをまず貼ってみてください。でそこからあんまり引っ張りすぎずですね、少し軽くテンションをかけたぐらいで、この盛り上がる筋肉、すねの骨の外側ですね、ここに沿って足首のあたりまで貼っていきましょう。こういう感じですね。でそこから今度は親指の骨の付け根の方を目指すんですけども、だいたいここの内側にアーチというへこみがあります。そこの真ん中から少し指の方にずれたあたりですね、この辺を目指す形で、よいしょ、貼っていきます。ちょっと肌色なんですけど見えにくいですかね。こんな感じですね。ここから始まって足首の前あたりを通ってから、親指の骨の付け根のあたり、この辺に通ってくる形になります。そして、もう一本ちょっと短めなテープですね、これは、さっきのこっちのです、ね、足のアーチの方ですね、ここの最後親指のところで止まったあたり、ここをまず端っこ貼っていきます。そしてここを少しクッと浮かすようにして一周させます。
これも強く引っ張りすぎなくて OK です。一周させてこういう形ですね。はい、で最後、しっかりこすっていただいて、テープを皮膚にしっかり密着させるようにしていただければ完成です。はい、今テーピングした前脛骨筋というすねの筋肉ですが、つま先を上に上げる動きと足首を内側に持ってくる動作をします。つま先を上に上げる動作、ギュッと上に上げる動作と、あとは足首を内側に持ってくる動作ですね。でウォーキングなどで長く歩くときは、足首の上げ下げ、歩くときにこの足首の上げ下げってたくさん繰り返されますよね。で上に上げるときにこのすねの筋肉が働くので、運動し終わった後っていうのは疲れを感じやすくなります。そしてまた、山登りとか、台所仕事、これで体が前傾姿勢になると、こう体が前に倒れるような姿勢ですね。中腰で作業したりとか、山登りでこう傾斜のあるところをこう歩くときっていうのは少し前傾姿勢になりますよね。そうすると、体重が前側にかかってきますので、つま先にこう重心がかかりやすくなってきます。こういう感じですね。その場合にもこのすねの筋肉っていうのはすごく負担がかかりやすく、痛みが出る原因になってきます。なので、今のテーピングをやっていただくことで、その負担が少し軽減にもつながってきますので、ぜひやってみてください。今回の動画は以上になります。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。健康情報を配信している LINE 登録は下の概要欄をチェックしてください。本日もご視聴どうもありがとうございました。